路地ホームのですね、支店長スクールというものを始めてみました。はい、おはようございます。利休こと小川です。今日は3月の31日、3月の最終日、明日から4月、新年度ですよね。随分太陽が昇る時間が早くなって暖かくなりました。この冬の装いで歩いていますが、もう随分暑くてですね、汗をすらかいている状況です。今日も東京北区隅田川のほとりからエイジングサポートの介護情報、あれこれを皆さんにお送りをしております。路地ホームのですね、支店長スクールというものを始めてみました。というか第3回目の募集のスタートを開始したという言い方が正しいですね。はい、LP を作って詳細をご案内しています。今まで1期2期をやって、4月から第3期随時入校可能カリキュラもう刷新してですね、募集を開始したところです。コースとしては1年間月に各週2回のオンラインのスクールプラス個別相談、あるいはグループディスカッションなどなど、いくつかの特典もお付けしてですね、施設長の方、路上務、あるいは管理者、デイサービスなどの管理者、これから施設長になる予定の方を対象に、笑顔で感動10倍で収支差額も増えるような、そういう施設長養成スクールをスタートします。施設長限定ということですが、やっぱ施設長の皆さんにいろいろ一緒に学んでですね、地域のため、あるいは現場で働いているスタッフの皆さんのため、ご入居者のためにみんなで考えて介護経営をシステム化して、で自分の施設長業務ともですね、少し楽にしてって言ったらちょっと語弊がありますが、負担を減らして、こう笑顔が出る、感動が生まれるような、そういう施設経営の、まあ、一助になればいいかなと思って施設長養成スクールを開講します。ぜひご参加をいただければと思います。で1年間月に2回が基本なんですが、カリキュラムは27回用意して、参加されている方々の状況を見ながらですね、入れ替えたりしていきたいというふうに思っているところですね。で多分内容も全部変わるかもしれませんが、最近気にしていると言いますか、気になっているのは、この技術的なテクニックカル的なお話というよりも、心構えだったり、そういうカリキュラムがどうしても増えてきますよね。心を育てるというようなところから始まる施設長の業務、あるいは施設長が自ら自分のスタッフを教育したりですね、組み立てたり方針を出したり、そういうところに心構え、社会を読む能力だとか、そういうのがどうしてもないと差が出ちゃうって言いますかね、モチベーションが上がらないんじゃないかなというふうに思いますね。昨日も職員教育、なしは外国人の介護人材を育てる、あるいは日本語を学んでもらうために、一番最初に必要なのはモチベーションだよねっていう話があって、モチベーションを高める、で高めた後に学んできていただかないと、学びがですね、中途半端になったし続かないということを指摘をされて、確かにそうですよねっていう話ですよね。これ学ぶことによってどういうベネフィットがあるのか、自分がどう変わってベネフィットがあるのかっていうのを自らなるほどというふうに思って、よしじゃあ頑張ってみようというふうに思っていただかないと、ただ学びに行けとか指示できましたとかいうことじゃやっぱ続かないですよね。私もそうです。やっぱりこの社会のためになるということで、この施設長養成スクールを企画して募集をして運用していく、でそれが誰かのためになって自分の幸せにつながっているというふうな、そういう心構えを持たないと続かないかもしれません。で先日オンラインスクールでお話を聞いたアメリカのクランドクターのパチアダムさんも、そのあたりを指摘してますね。笑顔で自分を愛す、 I love me、 自己肯定感を高めて、で自分を愛して、でそれが他者のためになってまた自分に跳ね返る、自分を愛していいんだよということをですね、私は路地ホームの施設長の皆さんにもパチアダムさんの言葉をそのままお借りしてお伝えをして、でそれをカリキュラムに入れて社会のためになるような、そういう施設長スクール、施設長養成スクールにしていきたいというふうに思います。 LP って言いますかね、施設長養成スクールのアウトラインをライブでも提供してますし、それからご案内の LP も、でそこから個別相談に来ていただいて入校という形を取りますので、ぜひこの動画をご視聴いただいて、で皆さんも聞いていただいている方が施設長の方じゃなければ、もし機会があればそういった方にもお伝えして、こんなスクールがあるよということをお伝えしていただいてですね、情報拡散していただければ、皆さんが住む社会が、超高齢社会がもっとこうウェルビーイング、幸せに向かうんじゃないか、その一助になればというふうに思っているところです。はい、春ですよね。ちょっと花粉が飛んで、花粉症がちょっと気になる季節ですが、ぜひ健康で新しい新年度を迎えましょう。そのために私も新しい仕事を皆さんにお伝えをしてですね、一緒に歩もうというふうなことを提案をさせていただきました。はい、今日も良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。